もう多分触ったらうわってぐらいカチカチですわあ。今からヘッドスパを、ヘッドスパですよね。そうです、ヘッドスパと超セラピーです。お願いします。お願いします。あ、いいですよ。ありがとうございました。みたいなのがもうゴロゴロいたから本当にここにすごく多かったんですよ。マジだよね。いました。いいですよ、ね、あ、ピカピカしてるから。そう、今が一応ね、多めにつけたのね、つまり。胃腸の中からね、食べ過ぎちゃった時にはここをちょっとさすったりとか伸ばしたりとか、うん、ね、するといいですね。痛い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 。前回も痛かったそこ。神の反り腰は永遠の剣だ。そうか。グッと押してみて。あ、そう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 。今どこに力入ってる？そうだね。意外とここもちゃんと入ってるから、おへそをこのマットの下にグッとつけるような動きをやると自然とここに腹筋がつくから、腹筋ついたら反り腰治るよね。おへそ
うそうそう、それそれそれ、その動き、それって一緒に骨盤底引き上げてるの。本当だ、うん、だからすごい地味なんだけど、うん、それやっていくとここも筋肉つくし、ここもつくし、骨盤底も引き上がるよね。でそれが下治るから。なるほど、うん、足つけてもらってでお尻上げるの、その動き。1下ろして、2、3、効いてるの。そう、反り腰を直す運動の一つで、うん、骨盤底も引き上がる。あ、花粉症はある。あ、あんの。ある。ここ押してったらいいよ、今から。痛い。もうちょっとで全盛期じゃん、秋の花粉。痛い。秋は大丈夫なの、花粉。いいね、いいね、来るでしょ、うん、いや、ここ押してったらいいよ。ここ花粉軽減するとこだから、ほうれい線も取ってくれるし。これ自分で押すの。そう、ここちょっと押してみて。親指。親指。そう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 。そう。いた。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ここを作ってくれた 人です。未来のお世話になる人たちです。お願いします。